はい、タチャハオ、こんにちは、シャンメです。本日はファイナルファンタジー14グレンのリベレーター編第187回配信を撮っていきたいと思います。さあ現在ラールガーズリーチに来ておりますが、オレダさんに話を聞いていきましょう。あら、野戦病院に何かご用でも？了解です。重症者が1名搬送されてくるのですね。ではベッドを用意しますので、あなたも手伝ってください。はい、シーツも清潔なものに変えましたし、これで受け入れ準備は完了ですね。到着したよ、シャンメイ。アリセイをキャリッジから運んできても。よし、運び入れるぞ。ありがとう、助かったわ。傷口は塞がっているが、無茶は禁物だ。患者は患者らしく、俺ら女子の言うことをちゃんと聞いて養生してくれよ。分かっているわ。それよりも、まだ戦いは終わっていないし、クルルのこともあるんだから、しっかり働いてきなさいよ。それだけ憎まれ口を叩けるのなら安心だ。言われるまでもなく、アリゼの分まで戦ってくるさ。兄弟っていいね。分かり合っている感じがさ。ねえ、シャミ、ちょっと付き合ってもらいたいことがあるんだけど、表で待っていてくれないかな。なんじゃろう。ここ。指定地点。お待たせ。めっちゃかわいい。変かな。アラミゴの伝統的な民族衣装なんだ。イダ姉さんのお気に入りでさ。今さら姉さんの真似をしたいってわけじゃないよ。でもアラミゴ奪還に向けての最後の戦いだからさ、一緒に戦いたいと思ったんだ。なんという？ 1. 似合っている。 2. 似合ってない。 3. 何も言わない。似合ってます。素敵ですよ、とても。ありがとう。あなたにそう言われるとなんかちょっと照れちゃうかな。とにかくあなたを呼んだのはね、最終決戦を前に気合を入れておきたかったからなんだ。組手に付き合ってくれない？ここにはかつてモンクソーが修行した場所があるんだ。そこでちょっと体を動かそうよ。
いや、あんなに接近するとドキドキしちゃうね。じゃあ、リセさんに報告を。ちょっと気合い入れすぎちゃったかな。でも、思いっきり体を動かしたら、すっきりしたよ。ありがとう、シャンメイ。あなたは最高の仲間だよ。拳交じ、あ、こういうことか、クエストのタイトルは。誰とこう交えるんだろうと思ってた。僕とですね。リセさん、レベル60クエスト、潮の湖畔地帯。あ、謎に包まれとった湖畔地帯。ラールガーズティーチのリセは息を整えたようだ。いろいろもらえる。宇宙。さてと、無事にアリセを送り届けられたことだし、そろそろ前線に戻ろうか。アルフィノに声をかけてきてくれる？私は解放軍のみんなと打ち合わせをしておきたいから、先にカストルム・アバニアに向かってくれると嬉しいな。あれ？クエストが発生。で、ちょっとクエスト片付けたら、だけどまずアルフィノ君に声をかけねばですね。あ、アジエさん、大丈夫かい？最後の戦いに同行できないなんて悔しいけど、自分の未熟さのせいだからね。ま、おとなしくしてるわ。アルフィノ君、リセとの用事は済んだのかい？うん。ラールガーゾーの手のひらの上で組手をしていただって？まったく、君たち二人にはかなわないな。前線に戻る件についても了解だ。こちらも出発準備はできているよ。行ってらっしゃい、二人とも。必ず無事で戻ってきなさい。もちろんだ。アリゼは安心して休んでくれていればいい。ウリエンジェも後で見舞いに来てくれるそうだからね。行こう、シャンメイ。カストルム・アバニア付近にいるであろうピピン小刀匠たちの部隊と合流するんだ。了解っす。じゃあ合流したいところですがね、クエストがあるので。前からいらっしゃったっけ、このベルンハルドさんって。決戦の時は近い。早く肩を感知させて前線に戻らなければな。お大事に。無理はいけませんからね。こちらのアラミコ解放軍の老頭士さん、レベル60クエスト、娘はどこへ。ラールガーズディーチのアラミコ解放軍の老頭士は人を探しているようだ。どうした？すみませんが、人探しにご助力いただけないでしょうか。実は私の娘がカストルム・オリエンスのあたりに向かってから随分と経つというのに帰ってこないのです。当地に詰めている同盟軍の将兵たちに娘を見かけなかったか聞いてみてはくれませんか。あなたであれば顔が利くかと思いまして。娘の髪は金色、目は栗色。任務でバイサルの頂上へと向かったはずなのです。どうか、どうか、娘を探し出してください。行方不明なのは心配ですな。そうだ、ここの、ここのね、探検手帳がまだ埋まってないんだよね。あなた族の闘士さん、レベル69クエスト、戦友の形見。ラールガーズリーチのアナンタ族の闘士は届けたいものがあるようだ。宇宙、シュ、忙しい中すまないが、一つ頼みを聞いてくれはしないだろうか。私の友人であった人が戦死してしまってな、遺品である石のブレスレットを故郷に届けてやりたいのだ。アラガーナという集落の出身だと聞いていたのだが、アナンタ族である我がいきなり村を訪れては騒ぎになってしまうやもしれぬ。そこで村の者に警戒されぬようお前に同行を頼みたいのだ。さあ、アラガーナに向かうとしよう。あ、これ道すがら話しかけていく感じかな。そしてどこだ。ラヌルフさん、
レベル69クエスト、野戦病院の実情。ラールカーズリーチのラヌルフは協力者を探しているようだ。これ何？ヘッドバンテージオブ。ほうほうほう。受注。ちょっと力を借りたいことがあるんだが、よければ話を聞いてくれないかな。野戦病院向けの物資を集めているんだが、毛布や包帯は用意できたものの、消毒液の材料が不足していてね。そこでアントリオンの分泌液を集めるのに力を貸してほしい。俺は他の材料を集めてくる。だからその間にアントリオン狩りをお願いしたいんだ。なーに、君ほどの腕なら難なく倒せるはずさ。ただし消毒液に使える良質の分泌液を得るには、地中に隠れ潜んでいる個体を狙う必要があってね。そこで役立つこれを持っていってくれ。なんだろう。奴らの好物、アリを砕いた乾いた粉末さ。そいつを連中の縄張りで撒いて姿を現した個体を倒せば、アントリオンの分泌液が入手できるだろう。奴らはギラバニア辺境地帯のウィルジャラの枯れ谷あたりを縄張りにしている。手間をかけさせて悪いが、よろしくな。で、内部のクエストはなくなったかな。よし、じゃあまあどうしようか。これ遠いけど、それぞれ行ってきますかね。オーディエンス先に行った方がいいか。カストルもオーディエンス、じゃあ先に。さて、カストルもオーディエンスまでやってまいりましたので、みんなに話を聞いていきましょうか。ルーツキルツ対抗士。うむ、アラミコ解放軍の女性当主を探していると。見たことがあるのはミコッテ族の女性だったが、きっと尋ね人とは違うのだろう。うん、4人聞かなきゃ。ピップさん、お前気合入ってるな。ピップさん、金髪で栗色の目をした女性をお探しと。私は分かりませんが、ソージャ島の方なら何かご存知かもしれません。当地の保証はソージャ島が担当しておりますので。サイン、カカライ逃走長さん。金髪の女性投資ですか。すみません、ちょっと心当たりがないですね。力になれず申し訳ありません。うん、こっちには来てないっぽいのかな。スベスイブ大賀賞さん。ジェリーフィッシュ中賀氏ではないか。どうした、私に何か用か。該当する女性投資が来たという報告は受けておらんな。だが以前そんな女性を探しに来た男性がいたと部下から報告があったな。もしかしたら詳細を知っているかもしれない。ソージャ島の兵卒に話を聞いてみるといいだろう。おや、あ、これで報告で？ん？どこだ？この裏か。ルシナさん、久しぶり。あ、こんなとこにも人が。なんですって？ラールカーズリーチの老頭氏に頼まれて娘を探しているですって。あの方、まだ受け入れることができずにいるのですね。実はその方が探されている娘さんは行方不明ではなく、すでに亡くなられているのです。後から調べて分かったことなのですが、彼女は鉄仮面の演説に心を動かされ、バイサルの頂上の襲撃に参加、そこで命を落としたようです。我々が回収した遺品を手にラールガーズリーチへ赴き、遺族を探した時にお父様と出会い、身元を確認しました。ですが彼は娘の死を受け入れることができなかったようです。以降何度もここを訪れては娘の行方を探すようにと嘆願を繰り返しているのですよ。お父様にはまた私の方から説明をしに行こうと思いますので、あなたは戻られなくて大丈夫ですよ。わざわざご苦労様でした。つらつらい。行方不明ってね、死が受け入れん時はなんかちょっとそれが救いになったりするんだよね。スイスイクさん、レベル69クエスト、ウノメタカノメ。
カストルムオーディエンスのスウェイシュリク大河賞は再び冒険者に頼みたいことがあるようだ。途中ジェリーフィッシュ中菓子か。ちょうど良いところに来てくれた。緊急で君の手を借りたい。先ほど紹介部隊から応援要請が入ったのだが、別件の任務に人手を取られ、すぐに動ける兵力がない。東の高台で要請を出したドド軍東軍曹が待っている。急ぎ向かってくれ。これももう一個あるみたいなんで、これも片付けておきますかね。あ、さっきのカカライさんですね。レベル69クエスト、戦火に咲く花。カストルムオーディエンスのカカライ闘争長は冒険者に頼みたいことがあるようだ。冒険者の方ですよね。私の話を聞いてもらえませんか。軍や任務とは無関係なため、仲間には話しづらくて。私は帝国との戦いの中、運命の出会いをしました。彼女はアラミゴ解放軍の当主で、今は橋を越えた向こう岸の野営地にいるそうです。私も彼女もいつまた前線に駆り出され命を落とすか分かりません。だから今どうしても思いを伝えたいんです。この愛の手紙をバルジャラの枯れ谷の野営地にいる彼女アサラに届けていただけますか。いいよ。じゃあ枯れ谷に行く前に、これかな、ウノメ高ノメ現地までワープでいいかな。さて、高台までやってきましたよ。こちらドド軍さんですね。応援って君のことだったのか。グレイテストモルボルの一件では世話になったね。まあいいや、とりあえず状況の説明をするよ。少し前、ここから里山川を監視していたら、解放軍とアナンタ族が小競り合いをしているのが見えたんだ。同盟軍は現地民同士の争いには関与しないのが前提だけど、でもあそこはカリアナ・ニディアとウィルダ・ニディアを結ぶ裏道で、本来人の往来がない場所だから解放軍がいること自体おかしい。念のため偵察に行かせた新兵も戻ってこなくてね。君は里山狩りに行ってソージャ島の兵卒を探して、何かあったらリンクパールで連絡するから。じゃあ頼んだよ。それは心配だね。普段どんなおしゃべりを。あ、目の前に敵がおるの、そわそわしちゃうね。じゃあ行きますか。さて、現地までやってきたわけですが、戦いの予感やりますか。さんはダメージを払って、じゃあ兵卒さん大丈夫かい。助かりました。アナッタ族が怒りたけっていたため、説得も交渉も会話すらろくにできませんでした。唯一理解できた内容は、そこで死んでいる解放軍の兵士が奴らの砦からクリスタルを盗み出したということだけです。万神召喚に使われるのを防ぐためだったのでしょうか。話はリンクパールを通じて聞いていた。まずそいつらは正規の解放軍ではない可能性が高い。装備に統一性がないのは多分戦場で死体から盗んだものだから。戦後の混乱を狙った野党ってとこかな。確かにクリスタルが目的のように偽装してるけど、見てみなよ、懐から宝飾品がはみ出してるよ。そんな遠くから見えるのですか。視力がいいのは知っているだろう。怪我がないならお前はすぐに戻ってこい。スウェスリック大河賞への報告は冒険者君に任せるよ。私は一人でも戻れます。冒険者殿、ありがとうございました。待って、あの距離から懐に入った宝石品が見えるっていう、やばいな。よし、じゃああとは戻って報告だけど、割といい時間になったかな。
こっち行かなきゃね。というわけで、今回はここまでにしたいかなと思います。ご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。次回は南東の端に移動していると思います。では、失礼します。